アマングアスの簡単なルール説明。説明不要なら飛ばしてどうぞ。プレイヤーはクルーメイトまたはインポスターとなり、それぞれの勝利を目指す。クルーメイトは、各プレイヤーに与えられたタスクを、全員が全て終わらせる。または、会議によって全てのインポスターを追放することで、勝利となる。なおタスクは幽霊になってもやらないといけない。変でも働けブラック企業。インポスターは仕事をする必要はないが、クルーをキルして回り、生存しているインポスターとクルーの数を、同数にするか。サボタージュによる、制限時間付き緊急イベントが、失敗すると勝利となる。疑心暗鬼の船員たち。果たして勝利はどちらの手の中に？ラブハート楽しいか？今回のチャンピオンです。いやー、マジか。おい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 。なんで楽しいかって。その期待の眼差しに俺は何も答えてやることができない。君を殺すことが僕の楽しみだ。マジですか？ここだな。トゥン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 、ピュン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 。いやー、結構ここにいよっかな、しばらく。え、今何、電気室？向こう鳴らしちゃおう。この妨害の速さはうろさわ箇所、間違いありません。いやーもう必ず俺を最初に殺すやん。はあ、ロングタスクあんのか。マジか、こっち側やんの初めてだぞ。ラブがいる。あ、危ね、危うくだったな。トゥントゥン、あ、違うわ、今トゥントゥンだわ。テンテンテン、タン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 、タン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 、ピポン。よし。わっ、はい。あ、死んでる。カショウ、カショウ、いつも死ぬな、カショウ。かわいそうになってきたな。死んでんな。かわいそう。怖いよ。ね、リアクター鳴ったじゃない。見た記憶ないな。あの時、私アドミンでニアさんと行ったんだけど、うん、ニアさん上から行ってちょうど同じぐらいタイミングで来て、から、ニアさんは白いと思ってます。今回に関しては。あ、私はニアさん白い。はいはい、鳴った直後もリアクターでタスクあったからやろうと思ってた時、しばらくニアさん近くにいたから。うん、確かにいた。間違いないと思う。で、リアクター直したのって誰？ピンクはいた。俺は触った。触ったよ。間に合わなかった。うん、俺、下からのドラが来たから、あ、なんか警戒して下の方見に行ったらやってたから、あ、大丈夫だと思って。うん。いや、どっちにいるかわかんないから、とりあえず下見に行って、うん、ラブハートいたから、上直しに触りに行った。俺、上来たから、下見に行こうと思って、下に行って。そうだよ。そこの吸血鬼は、白いの。私はなんか、またなんか、遠くから見たら疑われるから、リアクター向かったんだけど、まあ。うん。クーンタイプだから。特に証拠もない感じかな。見てないんですけど。普通にウェポンとかそこら辺のやってたら、なったから。ああ、遠いな。うん。遠いけど、ニアさんと結構ちょっと躊躇した上で行ったから、リアクター。うん。もし、素直に向かってやったら、ニアさん見てるはずなんだけど。ちょっと遠いのかなみたいな。いや、ウェポンから、シールドとかコミュニケーションとかの、そっちもやってたから。また見に。だからリアクターは全くやってなかったんでしょっていうので、アタさんがなんか箇所殺したんじゃねえの疑惑なんだけど。まあまあ、遠かった人だね。まあ、リアクターってやっぱり隠すためにやるから、で、私は怖かったからとりあえず鳴らしたんだけど、真ん中で。ああ、うん。どっかで一回アタマシとすれ違った気がするんだよな。すれ違ったのは、どこだっけね、ストレージあたりかも。ラブハットムーン様ともすれ違ったっけ、エレクトリカルあたりすれ違わなかったエレクトリカル。ムーン様は絶対すれ違ってると思う。どっかで一回アタマシは見たんだけどね、場所覚えてないんだよね。見てるよね。場所覚えてない。どっかで見たけど、すれ違ったけど、まあ、開幕右側に行くのは見たから、本当に右側にいたんだろうっていうぐらいしか。右側で最後にいたっていうんだったら、アタさんなんだけど、で、私とニアさんがアドミンから行って一番最後に、あれにリアクターに着いたんだったら、唯一行ってないアタさんしか殺す機会はない。みんな左にいたんだよね、リアクター直した。まあ一緒にいたね。まあ。俺は最初から最後までリアクターにいたからな。まあラブハートが一番乗りになるのは証明できる。
だとしたらもう私目線はアタさんしかいないし、まあ、私のやつはニアさんが証明してくれるはず。ほほほかわいそうだな、ほんと。ほんとに？あ、つられましたね。これ残酷だな。なんかさっきから鬼系が全くプレイできてないけど、かわいそうじゃないか。かわいそう。やべえ、ね、俺がやっちまったばっかりに一人になっちまった。やったぜ。最初に俺を殺すからそういうことになるんだよ。いや、これもさ、リアクターやったのドラ君だしな、殺したのは私だけどさ、これもうひどいんだけど、どうしたらいいのこれ。何やっても殺されるんだけど、初手で。いやー、これどうしよう。いや、難しいぞ、一人でこの状況で。いや、俺のタイミングが悪かったな、あれ。が怖い。怖い。なんかいっぱいいるから、いや、いっぱいいるから逆にいいやろ、これ。あ、間違えた。俺、こっちだわ、みんな。医務室ないんだよな。電気消えました。いや、無理だ。これ無理だわ。来てるね、みんな。あ、直してる。じゃあ、ついでに。上の方やってるつもりだけど、無理だな、これ。ぼちぼち。ぼちぼち。ぼちぼち。ぶち。一個あるけど、まあ、いっか。いや、難しいって。あ、俺、あっちねえわ。いやー、ちょっとバレやすいけど、ここしかないんだよな。お前か。お前か。まあいいや、助けるか。いや、カード残ってたわ、俺。いやー、多分見つかるな。あとどこだっけ。あれ死んでる。いい。お、見つけた。見つけたけど待って、タスクが。はい。フィンクス。フィンクス。そうとしてたから。どこ？はい。見つけたとこいう間に最後にいたところを教えてください。俺は一応アドミンだな。あのカフェテリア。出てくるウロサワとすれ違ってはいる。トラスさんは上から行った？そうだね。まあ、アドミン入るか一回迷ったんだよね。で、入るときの前は下から行った？上から行った？上かな？上だな。上？で、ムンちゃんは？私は、エレクトリカルの終わって、で、別のところの行こうとストレージ通、あれストレージだっけ、ストレージ取って、あれストレージでしちゃいたいんだけど、うろさを、そう、フィンクがちょうど死んでるの目撃したところでうろさをもいたよね。エレクトリカルに2人いたよね、誰いたん？あと、ニアさんいたね。ニアさんはどこ行った？ニアが。最後までエレクトリカルでタスクやって出ようとしたところでなった感じ。じゃあ、ずっとエレクトリカルの。違う。ちょっと分かんなくなってきた。あれ？エレクトリカルに。今、メッドベイにいて、そこから、停電になって、そのまま降りてきて、で、タスクがなんかよくわかんなくて、で、見直したら、エレクトリカルにあったから、なんか怖いながらも、ヨビヨビ行ったら、誰かがなんか3人ぐらいやってて、で、いつの間にか停電が治って、エレクトリカルでタスクしてました。一番最後まで、ニアさんがエレクトリカルやってた。やってました。だから、たぶん、ムンちゃんは私がいるっていうのは証明してくれると思う。
そうだね、あの私が終わった時ちょうどニアさんも一緒にいたから、じゃあムーちゃんが最初に出たで合ってるに多分ニアさん停電の時になんかちょろ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 してて、あ、してなくて一番最後、一番最後ニアの前にムーちゃんが出てる、出てる、うん、っていうことはムーンちゃんです。あのね、アドミンの時にエレクトリカルが、うん、あの2から1になってストレージも1になってたから、あ、エレクトリカル殺されたのかなと思ったら、ストレージのエレクトリカルにちょうど入り口ら辺で死んでたんです。なるほど。だからエレクトリカル抜けて直接ストレージ行ったんだったらムーンちゃんのが先に発見してるはず。はあ、じゃあまあ投票でいいかな、ムーンちゃんかな、ムーンちゃん、これは今の状況を見るかな。じゃあ何か言うことは、これで死んでたらムーンちゃん、あの続いたらムーンちゃんかアタさんは各黒です。さあどうなるでしょうか。あ、続きましたね。ムーンちゃんではなかったようです。ということはニアさんじゃないでしょうか。ロザワだろ絶対に。言いくるめかと分からんねん。お前絶対許さねえからな。やばい、心拍がすごいドキドキしてる。カードやりに行こう。落ち着こう、落ち着こう。はあ、はあ、あたさんごめん。サボタージュの使い方さ分かんねえんだよ私はよ。絶対うろさわだ。お前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 絶対許さないから。はあ、苦しい苦しい。サボタージュ、ね、下手に使ったらね邪魔になるかもしれないからさ使えないんだけど、ブラック使ったのかこれ。いやもうだってやるしかないんだよ。悪いな。うわー、くそ、狙ってなかった。やっぱりくそ。あー、なるほど、ドラさんか。いや発見されそうなんだよな。誰かいる？オッケー、触った。あー、もう下行ったわ。これ発見されるわ。いや、うろざわお前絶対来ないからな。死ね、腹立つ。やべ、これ押さねえ、絶対押さねえ。押した。やべ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 、誰か押してくれ。そうだ、うるさい、行け、頑張れ頑張れ頑張れ、そのまま行けば勝てる、行け行け、頑張れ頑張れ、詰まるな詰まるな詰まるな詰まるんじゃねえ。おお、ラグか、ナイス。さあ、うるさが気づくぞ。まあね、そりゃそうなるわ。アタさんかムーンちゃんごめんなさい。とりあえずドラさん、はい、あの分かると思うけどニアさんっす。はい、オッケーっす、はい、どっち、でもマジでニア違うんだけど。あ、誰、分かんないけど、あのリアクター直したからドラさんがあのカチクロだったら直してるはず。なんかリアクター来ないから、来ないっていうか、遅れたからさ、絶対ニア一番疑われてるっていうのはすぐ分かるんだけど。え、ニア、え、分かん、怖いよ、どうしよう。とりあえずね、私はムーンちゃんかアタさんには謝んなきゃいけない、ごめんなさい。どっちかは白でした。まあ、そうなるね。うん、ん？で、あのドラさんはリアクター直したんだよ。うん、最後直した。ニアさんが遅れてきたんだ。でもニアが一番最後だけど、でもその時にはなんだっけ、誰が殺されるの？
とりあえずあのソレージのど真ん中にありましたんで、下から来たニアさんなんですよ。え、ニア上から来たよ。アッパーエンジンから来たよ。え？これもう投票をする？私はニアさんに投票します。でもここを投票しちゃダメです。あー負けちゃったよ。こっちにしろ負けなんす。じゃあまあニアちゃん好きなとこに。ニアさんは負けです。私が勝つかトラさんが勝つか、ニアさんが負けるか、それだけです。あー謝らなきゃいけない。じゃあウロサワは謝ってください。バカ野郎やったマジ？いやいやいや、あれはねもうダメだと思った正直。マジ？何？私が悪かった？いやいや、いきなり新しいやつ釣られたのは結構きつかったけど。ムーンちゃんはごめんなさい。ひどいよね。危ねえ。あれさ、確かに私がカショウ君殺したんだけど、リアクターやったのドラコン。俺が関係ないんだよね。たまたま鳴らしたろっつって鳴らしたんだよ。なんか結構右側に寄ってる印象だったから。あ、いや、でもどっちにしろ、あの一人浮いてたのはアタさんの勝ちじゃなかった。危ねえ。ムーンちゃんはごめん。いや、そう、ウロサワのムーンちゃんですっていうのがあったから、あれがなかったら多分普通に終わってた。普通、あのね、エレクトちょっとタスク確認に固まってたからちょっと時間かかって移動したから、それで多分休まれた、はい、ちゃった。エレクトリカルをさ、その出た時にフィンクとほぼほぼ同じぐらいで出たんかな。その時にニアちゃん左側に行ったんだよね、入り口の。だから目撃されてるはずなんだけど。え、本当に？そう、証言されなかったから。ニアさんとムンちゃんに謝らなきゃいけない。ごめんなさい、ごめんなさい。いや、これニアちゃんが思い出して証言されたら終わるなっつって潜んでた、黙ってた。上から来たって言ったけど、あれ普通に下から来てたからね。なんかいざやってみると、あ、そうなんだ。何も浮かばなくなった。してるのか、時系列もよく分かんなくなってた。ただなんか、いや、分かる。とんでもないぐらいドキドキした。言ってます。いやードラさん直すか。直した、直すか。まあ信用得るためっていうのもあるよね。いやもうなんか適当にクルっぽい動きしようと思ってたら直したよね。何も考えずに俺はクルーだって思い込んでるような動きしてたから。いやー、それでニアさんがそうアッパーエンジンから来たっつっても、どうせエレクトリカルからメッドベイでこう移動してきたんだろうと思ってたんだよ。ありた。ああ、そっかそっか。え、いや、私は何もないです。なんかまともにプレイしてない気がするけど、カショウ君。いや、あれは別に良かったんだよ。どっちでも殺されても殺されなくても。あ、そうなん。うん。右側に最初いた人間が全員こうバーッと散っていったから、俺が一人いるのと、もしいてもインポスターがもう一人いるだけやから、ワンちゃんここで殺されても、いやあれはね、右側で浮いてるもう一人が絶対インポスターだった。俺が鳴らしたのがあれ多分悪かったね。すいません、許してください。停電かなんかしとけばよかったんだろうな。停電だったらよかったね。私とスペースに噛み合わなかっただけだよ。そう、たまたま押したら右側でやってただけだから。ドラさん下から来たのか、あれピンクの時。そう、あれ下から来てアドミンの入り口をちょこちょこして、あのフェイクタスクあんじゃん、あれカードリーダーのところあったから、うん、あそこ行くかは迷ってウロサワがいたのが見えたのよ、確認してんのが、うんうん、いや人いるな、行くのやめようかなって思って結局入った瞬間にちょうどすれ違ったのよ。いやあれ上から来たと思っちゃった、やっちゃった。あ、一回ね、入り口通り過ぎて上の方行ってるから、まあ上から来たと誤認してもおかしくないかもしれない。あ、そうね、あの優柔不断で一旦上に行ったから。ああ、だから上から行ったからもう格で、で、はあ、俺怪しんでてソーシャルディスタンス保ってたら死んだわ普通に。うん、いや、なんかキルタイミングねえなーっつって、もうここしかねえっつって最後のやつやったよね。いや、ニアさんもごめんなさい、信じられなかった。いや、あれはしょうがない、だってニアすごいなんか怪しかったもん。最後なんか、後から来てなんかもういかにも殺してから来ましたみたいな感じだったから、ね、これダメだ、何も言い訳できないと思って。だよね、うん、もう俺は乗っかるだけだったからね。ごめんなさいよ。そう、ま、でニア目線ではなんかもう怪しく見
いや、まあ最悪あの状況だったら俺がウロサに容疑かけられたらそっちに振るしかないから、リードされたから、うん、まあ結局あの辺もう運だよ。いや、もう無理だなって、無理だなって思った。もう無理だな。たまたま俺に都合のいい方に傾いただけだからな。